気持ちが分かるわ。嬉しい人でしょ。あれは。こちらラジオネームミスターズーンからいただきました。ゼミが飲んだ、こんばんは。第24回日本メガネベストドレッサー賞の、発表、表彰式が行われました、うん、芸能界部門では根田豊さん、うん、文化界部門では高島彩さん、サングラス部門では土屋アンナさんなどが受賞されましたが、最近メガネ姿で大評判のさんまさん、近々受賞される日が来るんではないでしょうか。楽しみにしております。ちなみにヤンムスの皆さんはメガネ男子ってどう思われますかって言うんですけどね、この間ちょうどそれ見てたんです、表彰式を。それで、吉本ってこういうベストジーニストとかメガネの人とかいいお父さんとか、ああいいお父さんは関係者が選ばれる。でも全然いいお父さんちゃうからね、こちらからすると。いい奥さん。ちょうどいい奥さんでしょだったら分かるけども、私は金豆できてきてな。バッチとして走ってるだけですよ、あれ。雨バッチ。雨バッチで、もう何億もそんなに出してな。結局ベストファーザーちゃうやんか、ね。なのにいただいたりね。うどういう基準で。Thank you.
優しそうに。でもちょっとあの言ってみる。メガネかけてるのが好きな女性っているもん。メガネ男子のメガネ好きだって、うん、メガネフェチっていうのもあるくらいですから、うん、結構いけてるよな、ほんとはい、うん、みんな言ってた、あんまり見てるけどな、うん、この前、かっこいいってな、誰でも言ってるよな、はい、あの人だよ、やばい人だ、どこの僕からプロでも僕も出たんですけど、ちょっとさんざん似合いますよねって言われて、僕は何の深いもないけど、個人的に深く入っちゃうね、こういう人と思うんだけど、どう思います？ちょっと何になるにかけたり、でも何ってことで、方法師に言うてない、他に誰が言ってたの、あんまり言わないようです、だから本当にまあまあ出ないかけるのも嫌なんですけどもね、まあ、かけざるを得ないくらい、誰からかけましたよね、46ぐらいですかね、10年ぐらい、まあ、俺はね大体45、6、7から始まりますからね、もうちょっと若い人もいるのかな、老眼の、ないか、中澤をかけてるんちゃうこんなんか、ないです、ないです、中澤はずっとかけてるみたいなもんな、はい、普段かけてますからね、うん、普段こうかけてますよ、普段車の眼鏡仕様っていう車の免許は、うーん、かけなきゃ捕まってもらいますから、こちらラジオネームナイナイがいただきました。全力の皆さんこんばんは、さんま御殿スペシャルに加藤のり子さんが出演しました、はい、このコーナーでは女性出演者全員がウェディングドレスで登場、うん、僕の目にはモデルの女の子よりも加藤さんが一番綺麗に見えました、その中でこいつに何と呼ばれたいという話題になった時、加藤さんは下の名前で呼び捨てと、うんうん、がいいと答えてました、うん、山本の皆さん、やっぱり恋人はのり子、優子、さゆみと、呼び捨てにされた方が嬉しいんでしょうかということですけど、だから前ウェディングドレス着てんじゃないって、着てないんです、これの結婚式は和装だったんです、和装着て着物着てしまって、パーティーだけだったので、あ、着物しか着てなかったから、結婚式はしてないです、あ、結婚パーティーだけ、やっぱ結婚式じゃなあかんな、うん、あかんな、いやいや、結婚式あげてない離婚率は高いね、やっぱりよ、そうらしい、それは何でですか、なんかあの